収集場所になってるんですか。そうですね、公園ですけど、とりあえずここに持ってくれば前に捕まってってくれますよ、きっと。これ片付けるのも相当ですよね。ここまで持ってくるのが大変。そうですよね。とさよならできるなんてね、幸せですよね、私もね。 うちのお父さん聴くだけですから、音楽もう民謡です。何回も三拍子にもこうやってこんな感じで、うん、どうぞ持ってください。